あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、前方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機甲種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ、巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、二人もね。右翼の陣形が乱れている。索敵の取りこぼしか。右翼へ向かうぞ。機甲士もいるんだ、手を貸してくれ。ここで食い止めないと陣形を崩される。了解だ。人を追ってこない。機甲士だ。俺が注意を引く。その間に仕留めろ。先輩たちが引き止めてる間に仕留めないと。僕だってやってやる。嫌がる。今日はついてねえ。これもらっていく。行くよ。分かった。狙い通り、僕だってやってやる。
うぞ。気候主じゃない、奴には知性がある。まずいよ、どうしよう、僕も死ぬ、殺される。さないのか。顔を確認した。アルミン、おい、立てるか。とにかく馬に乗れ。奴、うん、は貴公子か。違う、あいつは巨人の体をまとった人間だ。時間はねえぞ。このままじゃ司令班まで潰されて全滅だ。この距離ならまだ奴の気を引いて撤退までの時間を稼げる。力を貸せ。気をつけろよ。右翼は巨人の集団に襲われて壊滅した。奴が今司令班に到達したら終わりだ。まさかあいつが巨人を率いてきたのか。巨人がこんなに。あっちの班にも奴のことを伝えねえと。今ならやれるはずだ。
巨人が出現しました。なんとかしないと陣形が壊滅します。そんな奴が。分かった、先回りして罠で足止めする。役に立てた、一気だ。タジオは僕が倒せた。ああ、任された。負けるもんか。救援要請だ。口頭伝達です。右翼索敵、壊滅的打撃。分かった、増援を出す。陣形を崩されるな。このまま奴の注意を引く。ただし無茶だけはしてくれるな。救援要請か。待ってろ。巨人が現れたんです。足止めしないと陣形が壊滅します。なんだって。よし、俺たちが罠を使って止めてやる。奴が探しているのきっとエレンだ。エレンなら右翼にいたはずだ。作戦企画書に書いてある。そんな前線に置かれるわけがない。安全なところ中央後方とかにいるはずだ。足止めするんだ、この化け物は。任された。
時間稼ぎは十分だ。急いでこいつから離れるぞ。人食いじゃなきゃ俺たちを追ったりしないはずだ。分かった。